安倍元総理が目標であった物価上昇率2%は事実上到達したんだということをね、声を出されておりました。こういうふうに記事になってるんですけども、安倍前総理は11日、昨日ですよね、自らが会長に就任した自民党の議員連盟の会合で、安倍政権が掲げた物価上昇率2%が未達成との批判があるとして、これに対してですね、ある意味間違った議論だというふうに言われてるんですよ。ある意味っていうのは何なんですよね。じゃあどんな意味だって話ですけどね。で、完全雇用に近い状況を作った。完全雇用に近い状況だということですよ。そうなんですかね。皆さんどう思われます？間違った議論だと言われてますね。で、事実上政策ターゲットに到達したと考えているっていうふうに反論してるんですよ。ですので会議の中では安倍総理はできてないんじゃないのって言われたけども、まあね、自分のことをね、安倍総理は、いや、できたんだよっていうふうにね、いけたかに語っていると。それよりも森友問題どうなったんだってことですけどね。結局隠蔽改ざん、自分の失敗認めずの安倍総理だったのかなってところもありますし、でもね、安倍総理がやってくださった実績もありますからね。だから是々非々見ていかないといけないと思います。全否定することはないと思うんですよ。ただやっぱりね、物価上昇率って言いますけども、それは消費税値上げすれば物価は上がってますよ。だからそういうふうなね、8%から10%に消費税上がったから2%物価が上がったんだ、OKOK みたいなことではなくて、そういう離れ技ではなくて、インチキな技ではなくてですね、きちんと、なんと言いますかね、デフレを脱却して、少子高齢化の問題に対策を打って、それから拉致の問題にもね、一定の目処をつけて、終了してほしかったなと思いますよね、終了するなら。思いはいろいろあると思いますけども、安倍総理としてやりきった感はね、ないんじゃないですかね、これは。国民からの評価は高くないと思いますよ、私は。どうでしょうかね。で、こうも言ってますね。安倍総理は冒頭の挨拶で2013年に政府と日銀がデフレ脱却の実現に向けて掲げた物価上昇率2%。物価上昇率がね、2%だろうか5%だろうか、デフレを脱却してないんだったら、これ大失敗ですよ。そういうふうなね、局地戦で勝ったみたいな主張して、全体が良かったんだみたいなことをね、また言いくるめたいんでしょうけども、そういうね、議論論法、ご飯論法はもうね、勘弁していただけないかなというところでございます。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。今回の記事なんですけども、動画概要欄にお付けしておきます。こういうふうにも結んでいます。マクロ政策の目標は雇用なしで達成したのではないか、開き直るのかと言われたら、それは分かっていない議論だと思うと述べたと。どう思うと自由ですけども、一国を治める総理がね、途中で、病気とはいえね、その職責を放り投げて、仮病だったという説もありますけども、で、できたんだ、自分は良かったんだっていうふうに自己正当化ばかりする安倍総理、もうちょっと謙虚になった方がいいような気がしますけどね。 十分できなかったとかね、この途中で、任期を終える途中で、退陣するのは、もう断腸の思いだぐらいはね、言ってほしいですよね。言いましたっけね、でもね、断腸の思いだっていうね。どうなんですかね。皆さんの評価いかがでしょうか。本日は以上です。